高評価とチャンネル登録부탁드릴게요。아나는아닌데나는사랑하는데本日は涙の女王11話の予告をご紹介していきますね。皆さん10話ご覧になりましたか？いやー、さすがキムスヨンですね。ね。1話8000万円の男。ね。韓国の俳優の中でギャラが一番高いと言われてますが、いやー、その通りですね。彼がなんで、ギャラが一番高いのか、わかる気がします。まあもちろん、愛の不時着の作家だった、このパクチュンっていう作家の素晴らしいストーリーもありますよね。いやー、このエピローグ、毎回のこのエピローグがもう楽しみで楽しみで、しょうがないんですけど、また出ましたね。ね、こうお母さんがね、朝起きてね、葉っぱが落ちてるのを見て何だろうと思ったんですけど、ここに繋がるとはね。でこのね、結局好きで決まったんですが、俺は違うと、愛してるけどと。いやー、素晴らしかったですね。泣きました、何度も泣きましたね。実際ですね、今韓国でも非常に人気がありまして、まあ日本でもね、ネットフリックス今1位になってますが、歴代のカンドラ視聴率ランキングでももうすでにですね3位まで来ております。まあご覧の通り、1位が愛の不時着でして、2位がトッケビで、3位がオートセヨ1988年なんですけど、今、10話で、涙の女王は10話で 19% なので、すでに3位にランクインと。ね。このまんまいったらね、愛の不時着ぐらいいくんじゃないですか？いやー、本当にね、素晴らしい作品だなと思いながら、めちゃくちゃハマって見てます。ヘイニャンテとドラドマンジュニア、勝ち있을거야。난그냥고장난헤어드라이어로머리말려주는거면충분한데저사부님한테권투배우려고요어밤에만날래요밤에요기사회견데네혜인이안나것도이와레테르니모카와라즈마다마다유눈선っていうこのね悪者は諦めてないですね。ね。まあ혜인から離れろと。ね。まあ北京のからしたらね、離れるわけがないので、二人のパチパチは続きそうですよね。で、まあ、ヘインとの過去のシーン、やっぱラブラブだった過去のシーンも出てきたりして、いや、二人はね、早く、こう、よりを戻してほしいというか、お互いのね、気持ちをちゃんと伝えてほしいんですけど、なんかね、カカオトークで、ね、消したり送ったりね、早く伝えてほしいなと。まあ、あとはね、スチョルもね、早く、こう、ね、今、ボクシング習いたいって言ってるんですけど、ね、タヘとかね、奥さんとか、コヌ、息子を守るためですかね、早く幸せになってもらいたいなと。で、あとは気になるのは、コモですよね。コモがね、ね、この男に惚れてるんですけど、ね。これね、こういうシーンって、昔のカンドラではちょっとありえない、ね、シーンだったんですけど、やっぱこう、最近晩婚化と言いますか、ね、結婚してない女性が多いから、こういうね、こう、まあ、わかんないですけど、50代、60代の、恋バナも出てきてるのかなって思ったりもします。
지금 회장님 비자금을 잡고 있는데 내가 그걸 가로챌 거야. 백현으로 좀 치워줘. 안 되는데. 나 아직 말을 못했어. 사랑해. めちゃくちゃ気になりますね。後半戦でやっぱ一番気になるのは会長の裏金はどこにあるっていうとこですね。これなんで重要かというと、これないとユヌンソンに勝てないですね。やっぱ株式が足りないんで、やっぱお金が欲しいというところと、まあ、このね、ヒョノはこの、会長の裏金を見つけて、ね、それを横取りするって言ってるんですけど、まあ危ないですよね危ない道を歩こうとしてるから、まあね、ご覧の通りやっぱ、ユヌンソンからするともうヒョヌは消さないといけないと、もう殺そうとしてるとどんだけ悪になってね、ちょっとね ひどいんですけど、だからまあ会長の裏金とあとはヘインの病気ですよね、まあ、このねご覧の通りの今交通事故みたいのも非常に気になるんですが、やっぱり最後はヘインがこう病気でね、記憶を失うのか、病院にもう入院しないといけない生活が始まるのか、最後にね、ヘイはまだですと、ね、まだ言えてないことがあると、言葉があると、でそれがねさらにですということで、予告になってましたけど、どうだろうな、残り6話なのでまだまだ悲しいシーンが続きそうですよね。まあ、謎も多いんですけど、今のこうね、謎みたいのを回収しながら悲しいシーンも続きそうですね。まあどちらにしても今もう大人気、まあ、日本ではまあ一応ネットフリックス1ですけど、そんなに多くはないみたいなんですが、韓国はもう 20% 近くあるのでね、5人に1人見てると5000万人人口いるのに5人に1人見てるぐらい、人気があるので、残りの6話非常に期待したいと思います。ではまた。Like the moon needs the sun, we don't care about the others.